2014年、川崎市にて2020年9月16日、衆議院本会議で内閣総理大臣に指名された、菅義偉を拍手で送る田中電中和井さんは、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。復興大臣、環境副大臣、財務副大臣、外務大臣政務官、財務大臣政務官、国土交通大臣政務官。国土交通大臣政務官 衆議院財務金融委員長、自由民主党国際局長、自民党タバコ議員連盟副会長等を務めた。山口県豊浦郡と田町の農家に生まれる。現在は、神奈川県川崎市川崎区小田六町目に在住。山口県立西市高等学校、法政大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、斉藤文雄神奈川県議会議員の秘書を務める。 1983年、川崎市議会議員に初当選し、1987年に再選。1991年、神奈川県議会議員選挙に倶り返し、当選。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、神奈川10区から自由民主党公認で出馬し、神奈川10区では、新進党前職の長井英二に、僅差で敗れたが、 重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し当選した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では神奈川10区で民主党から出馬した長井英二を破り再選。2001年第1次小泉内閣で国土交通大臣政務官に任命され、引き続いて第1次小泉第1次改造内閣で財務大臣政務官。 1> 第1次小泉第2次改造内閣、第2次小泉内閣で外務大臣政務官を務めた。2006年第1次安倍内閣で財務副大臣に任命された。2008年より衆議院財務金融委員長。2009年の第45回衆議院議員総選挙では神奈川10区で民主党の城島公力に僅差で敗れたが、 超福力候補していた比例南関東ブロックで復活し午戦。2010年に設置されたシャドウキャビネットでは影の環境大臣に起用された。2011年、同じ山崎派に所属する天利明が立ち上げた政策集団最高日本に参加。2012年の第46回衆議院議員総選挙では神奈川10区で前回敗れた城島を 比例復活すら許さない大差で破り、六戦。選挙後、石原信明の山崎派継承に伴い、石原派に参加せず退会した。第二次、安倍内閣で環境副大臣を務める。2014年9月より自由、民主党組織運動本部長。同年12月の第47回衆議院議員総選挙は城島を再び破り、七戦。2016年、 自由民主党国際局長に就任。2017年、あまりあきら、田中同様に石原派への代替わりに反発して、山崎派を退会した、山際大志郎、無派閥の中山天皇、福田孝之の5人で遊ぶ派に入会した。10月の第48回衆議院議員総選挙で8戦2019年9月、復興大臣に就任。ありがとうございます。